ある暑い、暑い、夏の日、空の向こうが、ピカリと光ったかと思うと、次の瞬間、私は、爆風と熱で吹き飛ばされた。少し気を失った後に、激痛で目を覚ますと、自分の体が、あちこち剥がれ落ちていることが分かった。熱で全身の肌が、どろりと溶けてしまったのだ。とにかく暑い、とにかく痛い。私は水が欲しかった。お医者さんに助けて欲しかった。でも、どこに行けばいいのかわからない。道路へ出てみると、私と同じように、化け物のような姿になった人々が、不思議と皆同じ方角へ、のそのそと歩いていた。私も、それについていくことにした。全身が熱く、痛かった。おぎゃ、なのだ、おぎや、なのだ。おぎゃ、おぎや、なのだ、おぎや、なのだ。近くで赤ん坊の泣き声が聞こえた。私よりは多少マシなようだが、やけどで肌がただれた、裸の赤ん坊が、道端に転がって、泣いていた。親はいなかった。どうしようかと思ったが、私にはどうしようもない。これだけ元気に泣けるのなら、大丈夫だろう。かくいう私には、うめき声を出す力さえない。私は泣き声を無視して、その子の前を通り過ぎた。おぎゃあ、なのだ。おぎゃあ、おぎや。後ろから、赤ん坊の泣き声が聞こえる。その声が、だんだんと弱く、かすれていく。私は歩みを止め、道を引き返し、赤ん坊の元へ向かった。私は赤ん坊を抱き上げて、一緒に連れて行こうとした。でも、持ち上がらない。腕が、動かない。私の体力は、そこで尽きた。私は赤ん坊の隣に寝そべり、目を閉じた。私はこの子に何もしてあげることができない。小さくなっていく赤ん坊の声を聞きながら、私は静かに死んだ。14歳だった。